地雷とは古くから使われている単純な兵器である。相手が踏めば確実に仕留めることができ、製造コストも安い。しかも数十年間稼働できる。そのため埋めた場所を正確に記録しないと後々面倒なことになる。作り直すたびに内容が増えちまう対戦車兵器紹介ハッチもあるよ。今回は前回入りきらなかった対戦車地雷と対戦車銃を無理やり押し込んでいこう。さてまずはみんな大嫌いワイマール君の地雷から。一次大戦の時も対戦車地雷もどきも作られていたが、資料読んでもよくわからんし急増品な気がするので省略する。それはそうとこの地雷はテラーミーネのインウント産地碑である。テラーはサラ、ミーネは地雷。直訳するとサラ地雷である、間違いなく見た目に決めたんだろうな。削薬量は 4.5kg 敵戦車を撃破するには十分であった。合計で約6万個が製造されたが、訓練用のもの以外は1937年に装甲繰りにされている。しかしオーバーロード作戦中に連合軍が当地雷に遭遇したという報告書が上がっている。補足すると口述する対戦車地雷もそうだが、対戦車地雷は通常人が踏んでも作動しないものである。ただこいつは調整によって45キロの荷重、要するに45キロ以上のものが上に乗れば作動する。一般的な成人男性が乗れば間違いなく爆発する。ということで良い子のみんなは対戦車地雷の上に乗って屈伸煽りしないようにしよう。次はこいつ、29を装甲繰りにしたテラーミーネフユンフントドライフヒ。削薬量は5キロで敵戦車を撃破できるかどうかは当たりどころ次第。正直言って対戦車地雷は全部似たり寄ったりな性能で解説するのが難しいんだよな。それはそうとこの地雷は通常中央に180キロの荷重がかかると起爆する。ただ端にも90キロの荷重がかかると起爆するので、端で起爆した場合目標に対しての被害が少なかった。そのためそれを解消するための改良型が作られた。それがテラーミーネフユンフントドライフヒスタールである。なんかジンギスカンの鍋みてぇだな。新艦には口述する42年型のものも使えるようになり、起爆荷重を210キロにすることもできた。表面の凸凹は砂地に埋設した際に風によって表面の砂がさらわれることを防ぐためのものらしい。余談として35年型サラ地雷にはアルミニウム製のものがあったらしいが詳細は不明である。それで発議、先ほど話に出てきたテラーミーネサイウントフィルツヒ。映画とかでよく使われているので見たことがある方もいるのではないだろうか。削薬量は 5.5 キロ。起爆荷重は前述の通り210キロであった。35年型のようにせっかちでなく敵戦車がしっかりと踏み込んでから起爆するため効果的面であった。ノルマンディーで敵の上陸用船艇対策に使われたりもしている。なお上陸決行時が艦長だったため役に立たなかった模様。ちなみに地雷探知機に引っかからないように木造のものを作るように命令されたが、何回も事故を起こし開発は中止に追い込まれた。42年型の解説もそこそこに次に移ろう。テラーミネドライウントフィルティヒ、42年型の簡易版である。あだ名はマッシュルーム。42年型ではバネ付きの圧力板があったがマッシュルームでは簡略されている。目標が盛り上がっている部分、要するにマッシュルームの絵の部分を踏めば起爆するようになっている。喋ることがなくなったのでテラーミーネシリーズ全体のまとめを適当に喋ります。シリーズ全体に処理防止装置が取り付けられており、間違った方法で解除しようとすると即座に起爆する。そして全体的に削薬量が多いため、米軍の除去マニュアルでは前述の処理防止装置のこともあってか、新艦を取り除く際は数十メートルの縄で引っ張り出すことになっている。そこまで警戒するのも理由がある。実際にテラーミーネによって撃破された戦車の話が残っているが、作動荷重が大きい43年型ということもあって戦車は道路の側溝にまで吹き飛ばされ、随伴歩兵も爆発に巻き込まれ体の一部が8メートル先にまで吹き飛ばされていた。しかも場合によっては威力を増大させるために数個の地雷を結合させて設置してることもあるのでさらにグロいことになる。テラーミーネは終わったが地雷はまだまだあります。ライヒトパンツァーミーネ。直訳で軽対戦車地雷。戦車を殺すために削薬量を増やすのが普通であるがこの地雷ではわずか2キロしかない。じゃあなぜこいつは軽いのか、それは空挺部隊用であったためである。実際に空挺部隊が投入されたクレタ島の戦いでも使用されている。
作動荷重は 210kg と大きめであり、おそらく作薬量の少なさを補うために確実に被害を与える場所で作動させるためだと思われる。さあ次。シュイやパンツァーミーネとマグネチッシュアプベミーネである。どちらの地雷もソ連のスターリン2型戦車対策に開発され、作薬量が 10kg あった。前車は直薬で重い対戦車地雷、後車は磁気防御地雷。後車のどこら辺が磁気防御だったかは調べてもわからなかった。まあ多分金属を感知すると爆発するんじゃないんですかね。しかしそのスターリン戦車は旧来の地雷でも効果があったので、前車は数千個、後車も少数しか生産されなかった。続いてはシャアイマグネットミーネ。重量は 7.5kg で少し重い程度ではあるが、特筆すべきは地雷自体がセラミックで作られていることと音響新管を備えていることである。なおその新管の開発がうまくいかず開発が終わらなかった模様。お次、ホルツミーネツァイウントフィルツヒ。なんかカツオ節削り機みてえだな。直訳で木造地雷42年型である。名前の通り木造であり、金属を使わずに安価で製造できる地雷として製造された。爆薬量は5キロ前後であり、仕様によって異なるが作動荷重は220キロであった。木造のおかげで金属を多く使わないため他兵器と資源の取り合いをすることもあまりなかった。また金属を探知する地雷探知機に引っかかりにくくなっている。ただ利点ばかりでなく、木造であるため湿気に弱く。内部の爆薬が湿気でダメになったり、最悪地雷そのものが腐ることもあった。なお肝心な木材ですら戦争後期では足りなくなっており、44年から生産が中止されている。ちなみにホルツミーネツァイウントフィルツヒと同じようなホルツミーネハウベイという木造地雷があったりなかったりする。同じような木造地雷でベヘルツシュタップミーネがある。直訳でその場しのぎのロット地雷。必定名前だ。この地雷は他の地雷と異なり、踏むことによって作動するのでなく上に突き出ている棒を傾けられると作動する。そのため草むらなどに設置して使うことができ、他の地雷が離体の元で爆発するのと違い車体の真下で作動することができるため、爆薬量が約 2.6 キロと少量であるが敵戦車を完全に撃破することができた。ただ木造のため前述の木造地雷と同じ欠点を抱えており、そしてやはり木材の不足によって44年末には生産が中止された。ちなみに余談ではあるが、棒のような新管、ヘルトロッド新管と呼ばれるが、43年型サラ地雷、例のマッシュルーム用の新管もあった。それはそうと別の木製地雷もある。パンツァーシュネルミーネA型及びB型である。最初はA型から行こう。飛び箱の踏み台みてえだな、踏んだら爆殺されそうだけど。爆薬は5から6キロであり、主にピクリン酸が使われている。なんかフェノールがオルトパラ配合でニトロ元がメタ配合でなんなら二次試験で問題として出てそうでか多分出てる。5本。A型の作動方法としては、上蓋を下にある2つの木の棒で支えているが、戦車がそれを踏むとそれが折れ、穴から突き出てる新管を上蓋が押し作動する。お次は B 型。B 型では内部に2つのガラス製の新管が入っており、戦車が支え棒を折った時に上蓋が内部のガラス容器を壊し、化学反応を起こし起爆する。資料の翻訳が正しくないのかもしれないが、化学反応に用いられた物質は強酸とベルトレイン。ベルトレインこと塩素酸カリウムは濃硫酸と濃硝酸に触れると過剰に反応し爆発する。それはそうとなぜ A 型と B 型に分かれているかは調べてもよくわからなかった。そして生産数も不明である。それで発議。リーゲルミーネドライウントフィルツヒ。すごく、細長いです。情報源は確かではないがイタリアの BV 地雷のレプリカで、重量が約9キロでそのうち爆薬は約4キロ。作動荷重は端っこで約200キロ中央部分で約400キロであった。そして長さは80センチと細長い。この地雷の利点としては例のサラ地雷と比べ細長いため、地域を封鎖する際に用いる地雷が少なくて済むようになっている。具体的に言うと同じ距離で地雷源を敷設するのに必要なリーゲルミーネはなんとサラ地雷と比べ約4分の1であり。そして敷設に必要な人数も少なく済んだ。ただまあ欠点がないわけでなく、地雷の側面には2つの新管が付けられているが、新管が敏感でありよく事故を起こしてた。特に訓練が不十分な部隊が扱う際によく事故を起こしていた。さすがに味方を爆殺しまくるのはまずいので改良型である米型や後継でこの問題は解決されている。事故は起こしまくる外力に関しては十分であり、この地雷に引っかかったチャーチル戦車の記録によると、足回りは破壊され、乗員が2名死亡している。ついでに後継のリーゲルミーネフィアウントフィルツヒも出しておこう。
情報源は不明であるが43年型が鋼鉄製であるのと違い44年型はプラスチックで作られている。また43年型では2つあった信管が1つになっており、その信管も敏感でない別のものに取り替えられている。いうことがなくなった。小ネタとしては43年型の初期の名前がシュプリングリーゲルだったり、なんかようわからん小さいリーゲルミーネみたいな得体の知れない何かがあったりしたり、ツントリーゲルという重さ14キロ長さ 1.5 メートルの地雷が300個の試作品が作られた後に行方不明になったり、シュプリングリーゲルミーネアハトキーログラムというリーゲルミーネドライウントフィルチヒと似てるようで全く違う8キロほどの棒型地雷があったり、棒型地雷だけで様々な種類があった。さて次に行こう。動画時間10分超えるけど次に行こう。トップフミーネシリーズである。42年に材料不足から開発が進められ、44年に生産がされた金属が全く使われていない地雷である。連合国の地雷探知機に引っかかることはまずなかった。また新管も独特であり、従来のサラ地雷用の新管やケルトロッド新管も使えたが、主に SF アインスと呼ばれる新管を使っていた。新管はガラス製であり、内部に硝酸エチル、カリウムとナトリウムの液体合金が入った2つのアンプルが入っている。上部から圧力が加わることによって2つのアンプルが割れ、化学反応を起こし起爆剤となる。この化学反応がよくわからない。最初は反応で硝酸ナトリウムや硝酸カリウムが生成され爆発すると思ったが、よくよく考えるとエステルは水酸化物と反応し、喧嘩反応で硝酸ナトリウムなどができるが、通常ナトリウムやカリウムの単体とは反応しないはず。調べてもよくわからないので教えてよい人。緩和9台。トンプフミーネには6つの派生型があるが最初は普通のものから行こう。トンプフミーネフィアタウゼントフンフフンダートアインウントドライシヒ。本体は木粉とタールの混合物で作られ、作動荷重は150キロであり、爆薬量は6キロであった。ちなみに他のやつも大体同じような性能である。はい次。アー型。本体はアタンと歴製の混合物で作られている。防水に優れており、沿岸部での敷設に適していた。はい次ベイ型。製造会社から名前を取ってスコニットミーネとも呼ばれる。本体はおがくずと樹脂の混合物で作られている。大量に受注されたが、生産量が少ない上納期が遅れたため少数しか使われなかった。お次、正型。材料がもはや厚紙である。みんなも夏休みの課題で作ってみよう、なんなら学校に埋めよう。生産数は不明である。お次、定型。材料は合板である。生産数は不明であるが他の木製地雷が44年末に生産が止まっていることから多くは作られなかったと思われる。はい次、ようわからんやつ。おそらく陶器製であるが、詳細は不明である。これでトンプフミーネシリーズはおしまい。これらの地雷について小話がある。前述の通り地雷は非金属製で連合国の金属探知機型の地雷探知機には一切引っかからなかった。しかし、なぜかドイツの地雷探知機であるシュプットガルトドライウントフィルチヒでは感知できていた。やはりナチスは宇宙人から技術提供を受けていた。というわけでなく、これにはからくりがあった。実は各地雷にはターンザントと呼ばれる砂が入った袋が付属しており、地雷を敷設するときにその砂をばらまいていた。その砂にはトリウムが含まれており、前述の地雷探知機はただの放射能カウンターでトリウムから出る放射線を感知していただけである。非金属つながりで陶器や紙製のものも紹介していこう。陶器製のようわからんやつ。性能もわからん、生産数もわからん、なんなら名前もわからん。詳細を教えてよい人。お次、パップミーネ。ダンボール製である。資料によってはトンプフミーネの製型として書かれているがおそらく別物である。地雷はソ連のテイムベイシリーズのコピーであるが、それらと異なり樹脂を浸透させたダンボールで作られているため防水性に優れていた。爆薬量は約5キロであり作動荷重は340から360キロであった。次は少し変わった地雷、成形削薬弾を用いた地雷である。世界初の成形削薬地雷、パンツァーシュタップドライウントフィルチヒである。貫徹力は80、100ミリで戦車の底面をぶち抜くのには十分だった。カップ部分がそのまま弾頭となるため土を被せて隠蔽することは難しく、そのため草むらや雪で覆われたところで使われていた。また弾頭部分に水が溜まるとうまく作動しないので雨にも弱かった。ただ性能そのものは良く、実験では結構な確率で戦車を完全破壊することができた。しかしながら生産されたのはわずか2万5000個のみであり、43年の終わりから44年の初めに生産を中止されたがその理由はよくわかっていない。
そこまで有効でなかったり他兵器の生産を圧迫してたりといったことが理由でないかと言われているが、この兵器が安価かつ有能なのを嫉妬した他会社がドイツ国防軍当局者に賄賂を渡したからでないかとも言われている。戦時中に何やってんだお前ら。お次、ホンラードングスミーね。豆電球みたいな見た目をしていて弾頭と新艦は銅線で繋がれている。ヒルトロッド新艦も使え。新艦が作動すると少し離れたところで豆電球が90センチくらい飛び上がって敵戦車の底面を貫く。くっそシュールだな。お次、スプリングミーネフィアタウゼントゼクスフンダートツァイウントフィープチヒ。これも作動するときに飛び上がり敵戦車の底をぶち抜く。貫徹力は100ミリで敵戦車の内部はぐちゃぐちゃになること間違いなし。作薬量は 1.6 キロで従来のサラ地雷よりも少ない爆薬で敵戦車を完全に破壊できるのでコスパは良かった。ここからは個別で紹介しにくいものをダイジェストでいきます。3キロ爆薬に新艦をポン付けしたもの。シュビアパンツァーミーネ。同じ名前のものを紹介したが別物である。重量が16キロだったり100キロ超えてたり情報があやふやで何がなんだかわからんやつ。パンツァーミーネシュタイングート。おそらく陶器製の何か。情報不明、なんかよくわからないけどどっかの民家から出土したらしい。前線の木造の急増地雷。ホルツクロッツミーネ A 型及び B 型。名前しかわかっていない。A 型と B 型が存在していること、名前の直訳が木製ブロック地雷ということから、前述したロイター版の可能性が高い。ランペミーネ。踏切や橋にある段差を補う板にカモフラージュした地雷である。道路に貼られているワイヤーを敵車両がぶっちぎり、その後地雷を踏むことによって作動する。爆弾や砲弾を応用した圧倒的急増地雷。ベヘルツブレシュプックミーネ。構造は簡単、板の間に3キロや1キロの梱包爆薬をぶち込んで敵戦車に踏ませたら勝ち。ドロックビューゲルミーネ。爆薬量は5キロ。この地雷は欠陥を抱えており、新艦が複雑で解体するのが事実上不可能であった。要するにクソ兵器である。そして最後。アルミニウムミーネ。44年から航空機工場の一つで生産されたもの。爆薬量は3キロ、作動荷重は60キロであった。作動荷重が低いがために最悪走ってる歩兵が踏むと起爆する。ここからは小話を何個か。ドイツ軍は自国で作られた地雷の他に他国から露獲したものも使っていた。その中にはベルギーやオランダのもの、果てにはフランスの手榴弾を流用したものもあったという。お次。戦争後期、ドイツ軍の優勢が完全に消え赤軍がドイツ国境に近づくにつれ、かつて支配下に置いた土地を取り戻すことは不可能となった。この事情を鑑み、少しでも赤軍の進行を止めるために44年9月10日、除去不可能な新艦の使用が認められた。地雷に対する国防軍の評価が残されている。地雷は完璧な兵士である。彼女は常に戦いの準備ができており、疲れたり、眠ったり、食べ物や温かさを求めたりすることはありません。そして、逃げることもありません。最後。戦争終了後、多くの地雷は地中に埋まったままであった。この地雷をどうやって除去するかという問題が残されたが、フランス、オランダ、デンマークなどの国ではその除去作業を少年兵を含めたドイツ人捕虜にやらせていた。ソ連では破壊活動に利用されるのを恐れてドイツ人捕虜にはさせなかった。ソ連の戦争犯罪を肯定するわけではないが、ジュネーブ条約に加盟しておきながらそのようなことを連合国はしていた。ソ連も後から加盟しておきながらラーゲリに捕虜を送りまくっているのでどちらもどっちではあるが、いかに条約が役に立たないかがを証明してくれている。まあ役に立たないからと言っていらないわけではないが。最後は重い話になったがここら辺で終わりにする。ご視聴、ありがとうございました。